菅原拓也は日本のプロレースラー。高校を中退して東流門の発揮生として入門。T2P メンバーの中に何とか滑り込む。2001年12月2日にデビューを果たした。一時、ヘンリー三世、菅原を名乗り、アンソニー W、モリラと王子様キャラのロイヤルブラザーズとして活動し、2003年1月に東京ドームで開催された。 ファンタジーファイトレッスルマイナス1に出場して、大舞台を経験する。その後、ヒール志望が強かったこともあり、2004年に、近藤修二、ブラザーやっしら率いるルードユニット、ワルカン一式に加入したが、同年12月、リング外の素行不良、職務怠慢を理由に、団体から解雇された。近藤、ブラザーが移籍した全日本プロレスなど、国内で活動し始めた。 他の旧メンバーと違い、菅原のみ国外に活路を求め、イノキエル営道場で修行していた。2005年に、ドラゴンドール第1回大会で外戦を果たし、2006年2月26日には、01マックスで4団体、認定インターナショナルジュニアヘビー級王座を奪取。その後、一時期怪我のため戦線を離脱したが、復帰後は、ワルカン一色を離れて、バラモンシューラと組み、 ヘル・ディーモンズを結成。2007年8月9日には、ウア世界6人、タッグ王座を獲得した。プロレスリングエルドラドガイでは、ベビーフェイスとして活動しているため、2007年12月、バラモン系のお告げゲルにより、チームから追放される。後にトリオベルトも返上された。2008年、大ル、アラヤ・らゾ望ホ誉レと組バラモン。 ゴ組と決定戦を行い再びは世界6人タック王座を獲得。2008年12月、エルドラドが活動休止。2009年11月6日、フルス・ドラゴンゲートの後楽園ホール大会で、もち重明に呼び込まれる形で、旧世代軍の一員として登場。2009年12月27日、福岡国際センター大会で、ベテラン軍を裏切り、 リアルハザードに加入。その後は、ディープドランカーズ、ドイ軍、ブラッドウォーリアーズとヒールユニットに所属し続けたが、怪我で、長期欠場中に契約が切れ、以後ドラゴンゲートには参戦していない。2014年、064が、自然解散。藤田峰を裏切り、デーモン上田と結託した。2015年、体重を測ることを拒否し続けた結果強制的に、 ヘビー級に転向させられる。2016年体重の基準をクリアしたため天下一ジュニアに出場し優勝。次年度は全国を回るリーグ戦として開催することを願い事として明かした。また鈴木小太郎とのタッグで活動した。ありがとうございます。